メッシーナ県、チーターメトルポーリタナディメッシーナメッシーナ県は、イタリア共和国シチリア州に属する県の一つ。県とはメッシーナ。法制上の位置づけは、2015年9月4日に、従来の県から大都市県に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシアディメッシーナと新設された、チーターメトルポーリタナディメッシーナが別項目になっているが、 便宜上双方をメッシーナ県として本校で扱う。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。西をパレルモ県、南西をエンナ県、南東をカターニア県と接する。北はテレニア海に、東南はイオニア海、東北はメッシーナ海峡を挟んでカラブリア州のレッジオカラブリア県に対する。県域にはティオニア海のエオリア諸島も含む。 県とメッシーナは、県域の東北橋、メッシーナ海峡に面してあり、レッジオリからブリアから北西へ、約1 2トル、カターニアから北東へ約87キロメートル、約8 7シラ白草から北北東へ、約1 2 7キロメートル、州都パレルモから東へ、約1 9 2キロメートル、ナポリから南南東へ、約3 1 6トルの距離にある。 2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口1万人以上の都市、集落は以下の通り、両シチリア王国時代のメッシーナ県4地区、ミストレッタ、パッティ・カストロ・レアーレ・メッシーナイタリア統一以前の両シチリア王国はメッシーナを県都としてメッシーナ県を置いていた。 メッシーナ県には4つの地区すなわち西からミストレッタパッティ・カストロ・レアーレ・メッシーナの各地区に区分されていた。イタリア王国はこの県を引き継いでメッシーナ県を設立した。県下には両シチリア王国時代の地区を引き継ぐ4つの軍が1927年まで置かれていた。第二次世界大戦後の1946年に制定された。 シチリア特別自治州憲章は従来の県を廃止した。その後、1963年の州法第16号で県が再設置された。1986年、州法第9号は1946年の州憲章を適用し、広域自治体として県の代わりにリベルコンソルツェを込ーノリーを置き、これを県と称した。もっとも法上、行政上の地位の変化は、 県の領域に変化をもたらすことはなかった。メッシーナ県、プロビンシアリージェネイルディメッシーナは、2015年9月4日、制定の州法第15号により、メトロポーリタナディメッシーナに移行した。メッシーナ県には108のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。 ありがとうございます。